そしてマスクを監督もおっしゃってますようにコースを投げ分けているという、はい、丁寧な感じがします、右中間の打球です。センター追いかけて間を破りました。鈴木は二塁を回って三塁へ行きます。スリーベースヒット。ツーアウトランナー、これは打ち取った当たりです。ピッチャーが鍋田の方が早い。ピッチャーゴルフ58というエースピッチャーの片岡元樹です。空振りの三振。空振りの三振でツーアウト。高岡商業は5番バッターの高森が打席に入っています。いい当たりです。しかしセンターの頭上を襲いますが、ショート深いところ遠投になる、間に合う、ワンアウトです。9番バッターのライトへの当たりです。しかし打球に追いつきました。ライトの佐々木、これで打者9人をパーフェクトという1回から3回までの立ち上がり。ピッチャー147番バッターが特にバッティングとしては期待のできる選手ですと話してくれましたが、フォアボール。このピッチャーゴロ、後続を打ち取りました。3アウトです。そのまま決勝タイムリーとなっています。高いバウンドです。一塁ベースへ、ピッチャーのベースカバーは呼吸が合わない。先制点は高岡商業。そして山本は二塁へ行きます。いい当たりです。ライト線、ランナーそれぞれスタートを切る。しかし麻生の当たりはセカンドゴロ、スリーアウトです。ノーヒットによる先制点でした。そうですね、うん、ショートの頭上を抑えます。今度は正真正銘ヒット。ボックスにはキャプテン3番の松島です。空振りのスタート、初球から行く、センター前に弾みました。ランナーが帰ってくる。しかしバックホーム間に合いません。追加点は4番の山本のバットから。2対0リード、キャッチャーの松島。スイングアウトの三振、やはり外のボールでした。7番の鍋田から始まります。レフトへの打球です。打球が伸びます。伸びて追いました。左中間深いところ、鍋田は二塁へ行きました。そして相手の送球が乱れている間に一気に三塁へ落とし入れました。上がってきました。スクイーズいった。三塁ランナーがホームへ帰ってくる。さあ打球は三塁線に残りました。スクイーズ成功。ファーストランナーがスタートを切ります。三遊間破る。三塁ランナーが4点目のホームイン。セカンド一塁はアウト。その間に三塁ランナー5点目のホームイン。ゴールド勝ちとなります。キャッチャー後ろボールを反らしている。三塁ランナーがホームへ帰ってくる。間に合いません。6点目が入りました。ご覧のように182センチと非常に上背のあるピッチャーです。一戦一戦が必死だったという太田監督の話。ここはセンターの前に高岡商業、大きな強い当たりが右中間を抑えます。深いところに打球が飛んでいく。さあランナーが帰れば8回の裏、高岡商業1点を追加し、これで7対0。試合が7対0になりました。8回の裏1点追加しています。これでコールドですよね。そうです。
今改めて選手たちも気づきました。ホールドです。7対0と高岡商業が最後は長打による追加点、タイムリーヒットによって1点を追加。8回の裏、7対0高岡商業が秋田商業を下しました。高岡商業は神宮大会初勝利です。投げては鍋田、